江戸での剣術修行を終え故郷に戻ってきた坂本龍馬。1年ぶりの土佐で龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。土佐の苛烈な階級社会を改革せんとする東洋は武市半平太を名手とする土佐勤王党と手を結んでいた。坂本龍馬と武市半平太、兄弟分として土佐で育った2人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま真犯人である覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。勤王とは帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。ちゃん、お昼の準備できとんな？はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけは起こしてきて。まだどうすか？ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの？もう起きなはれ。はよう起きてって。また朝までお酒。そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。おりゅうちゃん、もうおっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさかい。逃がしゃしまへんえ。またおかみさんは甘いこと言うて。さあ、はよお昼にして。出かける。は？お昼はどないすんの？悪いがいい。サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。けど別にそれかて宿代安うなったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。はじめさん、出かけるんやったら気ぃつけや。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろしてはると。新選組の連中に嫌われるだろ。そう、まったく今日の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい言うだけで手当たり次第や。幕府が新選組作ってからこっち町中血生臭くてかなわんわ。そうだな。博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃ親も泣くんとちゃう？ふん、余計なお世話だ。あっそう。せっかく人が心配して言うてるのに。俺が死んだら宿代を取りっぱぐれるからな。好きにいいよし。へえ、なかなかやるじゃねえか。いや、あんたらが弱すぎるだけだ。なんだそこだ。おいっぺん言ってみろ。どうも俺の見込み違いだったらしい。邪魔したな。まだ来たばっかりじゃねえか。慌てて帰ることはねえだろ。俺らも相手してくれや。なあ。相手してやってもいいが、その前に一つ聞きたいことがある。あ？天然理心流の使い手を知っているってやつはいねえか。天然理心流？江戸の紫英館って道場に伝わる田舎流派だ。なんじゃそりゃ。柔術や棒術、小武道も節操なく取り込んで、片より実践を重視している。その使い手を探してんだ。それで町のめぼしい道場を聞き回ってるんだが。天然理心流っつったか。聞いたこともねえよ、そんな田舎流派。それで話はしまいか。ああ、やっぱり無駄足だったな。おい待てや。ここに来たこと後悔すんのはまだ早すぎるぜ。なあ、せっかく道場まで来たんじゃねえか。たっぷり稽古つけてやるよ。ありがたく思えや。旦那、斎藤の旦那カラスか。よくここが分かったな。これでもカラスの銀次で通ってる男です。そのぐらい分からねえと情報屋なんて務まりませんよ。ところで今日は何か収穫はありましたか？いや、今日も外れだ。そりゃ難儀なことで。手がかりは天然理心流の使い手ってことだけだ。今日にいるとすれば、この手の道場が臭いと思ったんだがな。この何ヶ月かで、あらかた今日の道場は見たんじゃないですか。ああ、だがこのやり方はもう手詰まりだ。そっちは何かつかめたか？いえ、何分天然理心流は無名の田舎流派ですしね。ねえ旦那、今日にその使い手が来ているって話、本当に確かなんですか？天然理心流は江戸の紫英館って道場の流派だ。だがそこの門人たちは道場を畳んで京に向かったらしい。俺が知っているのはそれだけだ。なるほど。ですが今日は今、勤労の獅子ってのが山ほど群がってきてますからね。それこそ何百って剣術使いがそれぞれの流派を勝手に名乗っているんです。その中から無名の流派を探すのは骨が折れますよ。情報屋ってのは客に愚痴るだけで金がもらえるのか？これって厳しい。まあいただいた前金の分だけは仕事させてもらいますから。それじゃ。お待ちくだはれ。お酒のお代はつけにしとけや。こないだ薩摩者にはそうしてたろ。ちゃんと知ってんだよ。せやけどあなた方のはどちら様へお付けしたらええのかわからしまへん。うるせえ。俺らは勤王の志士だぞ。天下国家のために命がけで幕府と戦ってんだろうが。この野郎何つったってんだ。詫び入れろや。あんたらええんでっか。新選組呼びます。なんだとババア、もういっぺん言ってみろ。おい、てめえもわび入れて出すもん出せよ。あいにく金もクズに下げる頭も持ち合わせがねえ。てめえクズってのは誰のこった。決まりだこの野郎。天誅受けろや。行くでよほらアホらしい。分かった、もういい。悪かった、勘弁してくれ。おおきにお侍様。最近は案内な出会いが多くておかげでほんま助かりましたわ。おいあれ見ろ。ありゃ新選組だ。いかん、引き返そう。恩師は坂本。やっぱりそうぜよ。わしじゃ俺土佐の島田雄平。恩師、今日に来ちょったわかい。人違いだ。ちょ待ち、何言うがじゃ。ヒット脱本してからどこにおったかじゃ。大声出すな。ありゃ新選組ぜよ。やばい逃げるがじゃ。逃げやがった。おい捕まえろ。もう大丈夫だ。所詮新選組は田舎者の集まり。入り組んだ今日の町で奴らを巻くのは簡単だ。あんたは。おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる。俺もあんたと同じ叩けば埃が出る身だよ。そうかい。じゃあな。あんたさ、天然理心流の使い手は見つかったのかい？なんだと？誰なんだあんた。気がつかなかったかな。さっき道場にいたんだけどさ。ってまあ影に隠れて話を聞いてただけなんだけど。いや悪いとは思ったんだけど、ついつい盗み聞きしちゃってね。そういうの大好きでさ。あんたは誰だと聞いてるんだ。ああそうか、俺は長州藩の新堀松助。これでも一応勤王の志士ってやつだ。おかげで幕府や新選組からは目の敵にされちゃってるんだけど。なるほど。それじゃあ新堀ってのは偽名か。まあ初対面だし偽名で勘弁してくれ。けどあんたの剣の腕俺に預けてくれるってんならいずれ本名も教えるよ。何？実はさ、今今日の道場を回って剣の腕の立つ男を探してるんだ。どうしてそんなことを？いや、近々ちょっと一騒動を起こそうと思っていてね。誰にも負けないって剣の使い手が必要なんだよ。あんただったらうってつけなんだけど、どう？あんたの本名に興味はない。予想は当たるんだな。つれないな。それじゃあ、そうだな、まずはあんたに一つ恩を売っておこうか。ん？これでも俺、長州藩きっての情報通って言われててね、情報の仕入れ方には精通してる。そうなのか。それがどうした？あんたのやり方は古い。普通じゃない情報を仕入れるのに普通の情報屋を使うのは考えもんだよ。まあ懐の事情もあるんだろうけどね。俺の見たところ、あのカラスとかいう情報屋、あれ普通も普通、超普通だ。じゃあどうすればいいんだ？もしあんたがまだ天然理心流とやらの使い手を置きなら、俺がこの京で一番と言われる情報屋を紹介しよう。見返りをよこせとは言わない。こいつはあんたへのお近づきの印だ。聞く気はあるかい？ああ。その情報屋は貧民街の奥、蔡の河原と呼ばれるところを根城にしてる。通称蔡の風呂屋。蔡の風呂屋。依頼主に情報を渡す場所が必ずどこかの風呂屋なんだよ。なるほど。これから俺の方でそいつに天然理心流の使い手を調べておくように手配しておく。あんたは日が落ちたら屋敷町南の風呂屋へ行ってくれ。店の者に新堀松助と名乗ればその情報屋のところに案内されるはずだ。ずいぶん親切なんだな。この話どんな裏がある？疑り深いね。俺を信じるか信じないかはあんた次第さ。でも信じないで何もしないより信じて裏切られた方が少しは前に進める。夜になったら俺は新堀松助を名乗って屋敷町南の風呂屋に行く。それで情報屋に会えるんだったな。ああ、ただ夜までしばらく時間がある。新選組には気をつけた方がいいよ。分かってるとは思うけど、幕府が連中に今日の治安維持を任せてから浪人者は街歩くだけで命がけだ。少しでも怪しければ切られるし、時々怪しくなくても切られる。分かっている。待ちなよ。せめて名前くらい教えてってもいいんじゃない？俺も偽名かもしれないぞ。まあそこはお互い様だから。ふん。斎藤はじめだ。斎藤さんね、覚えとくよ。そんじゃ。長州藩の新堀か。隙があるようで隙がない、不思議な男だな。どうもお越しやす。新堀松助ってもんだが。へいへい、そらどうもご丁寧に。新堀様でいらっしゃいますね。風呂は奥でございます。どうぞ。おいでやす。ごゆっくり。新堀松助だ。話は聞いてるよ。この風呂は貸し切りってわけか。ああ、他には誰も入ってこねえ。安心だろう。あんたがサイの風呂や。そうだ。あんたは斎藤をはじめ。自己紹介はいらねってわけか。まあお互い知りすぎるのはやめにしとこうや。なかなかいい湯だな。新堀から聞いているだろうが、天然理心流の使い手を探している。ああ、だがその前になぜそいつを探しているのか、理由を聞かせちゃもらえねえか。余計な詮索はなしだ。その分金も払う。俺の情報料は浪人者に払える額じゃねえぞ。まあ今回は前金でもらってるがな。新堀からか。そういうことだ。何者なんだあいつは。長州藩の新堀松助。それ以上は知らん方があんたのためだ。そうか。だがそっちが先に詮索してきたんだ。好奇心がねえとこんな仕事続かねえんだな。まあ分かったよ。さっきのは忘れてくれ。試しに聞いてみただけだ。初めから仕切り直そう。天然理心流の使い手だ。どこにいる？ああ、まず順を追っていくが、天然理心流ってのは唯一紫衣館って道場に伝わる田舎流派だ。その紫衣館の連中が1年くらい前に江戸から京に登ってきた。あんたが知っているのはそこまでだったな。ああ。その後京に入った紫衣館の連中はある組織を作り上げたんだ。ある組織。その目的は幕府を後ろ盾とした京の治安維持、主に倒幕を画策する勤皇志士を取り締まることだ。何それって。ああ、そのある組織ってのは新選組だ。紫衣館の人間が今京で志士たちを切りまくっている新選組の幹部っていうわけだ。そもそも新選組局長の近藤勇って男、こいつが天然理心流の4代目宗家でな。近藤を含めた免許皆伝者6人が新選組幹部となっている。副長の土方歳三、総長山並圭介、1番隊隊長沖田総司、2番隊隊長長倉新八、6番隊隊長の井上源三郎、そして8番隊隊長の東堂平介。みんな今日で名を挙げている人斬りだ。それじゃあ天然理心流の使い手は今は全員新選組にいるってことか。ああ、京に来た頃連中はまだ田舎流派とバカにされていたが、すぐに大流派の勤皇志士さえ末物みてえに切りまくった。そこへさらに1000人の人斬りが集まったのが今の新選組だ。戦国時代でさえここまでの人斬り集団はなかったろう。その新選組幹部の中で1年前に土佐へ行った男はいるか。え？そんなの調べちゃいねえよ。それに調べろと言われても難しいな。そいつは新選組の懐に深く入って初めて聞き出せる情報だ。時間がかかりすぎる。そうか。するとあんたが探しているのは1年前土佐にいた天然理心流の使い手ってわけか。どうしてもそいつを探れってんなら相当弾んでもらわねえとな。いや、目的の男が新選組にいるのは確からしい。ここから先はこっちでやる。ほう、どうやって調べる気だ。ああ、ちょっとお客さん、今貸し切りでさかい。なんだ。いや、わからねえ。すまん、親分。そいつらどうしてもお風呂に入れろ言うて。入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだが。そしたらわしが風呂屋に来る前に知らせに来とくんやったな。わざわざ店まで来た客に帰れ言うんか。入るんならさっさと入れ。いつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえ。サイの風呂屋いうのはお前か。とぼけても無駄やで。ちいと調べてもらいたいことがある。なんじゃこれ。このダフはよ水で埋めんかい。おい、ああ、どこの大将だか知らねえが、何をそんなにイラついてやがる。何やと。じゃあな。ああ。待てや悪い。誰がイラついとる言うた。もういっぺん言うてみ。誰がイラついとる。手を離せ。遊びじゃ済まなくなる。へえ、望むところや。おい、少し騒がせ。参ったなこれ。そいつはこっちのセリフだ。おい、冷た。お前らいい加減頭冷やせ。続きがしたきゃよそでやるんだな。おい、なんだ。これからいっぱいおごらせてくれ。おごられてやるよ。へえ。大した羽振りだな、あんた。せやけど男にはめったに怒らんで。せやからわしはあんたを気に入ったっちゅうことや。あんた国はどこや？身の上話をするにはまだ酔いが足りねえ。アホか、わしより飲んどるやないか。あんたサイの風呂屋におうとったが何の情報交換や？そこまで話す義理はね。それよりあんたこそ情報屋に仕事頼みたかったんじゃねえのか。ええ、あんたと殴り合うたおかげで頼み損ねてもうた。そうや、わしが買いたかった情報が何やったか話したら、あんたも話すか？いや、そいつはごめんだな。ま、ええわ。別にわしの方は隠す必要もあらへん。わしの欲しかった情報は新選組局長近藤勇についてのすべてや。何？あいつはほんまムカつく男やで。あの何もかんも見透かしたような目。あんたが古屋で言うたわしのイラつきの原因があいつやったんや。あったのか、近藤勇に。おう、太田で。あんたと風呂屋で会うたほんの少し前や。あんた知っとるか？今度は百姓上がりのにわか侍や。それが剣を取った途端なんたらいう流派を継いだっちゅう。天然理心流だ。ああ、それや。そのにわか侍が目合わせただけでこのわしに汗かかせよった。今日はおかしな日や。近藤といい、あんたといい、強い男にやたらと会う。あんた、どこで近藤勇に会ったんだ？なんや？あんた、近藤に会いたいんか？相手は幕府お抱えの人斬り集団や。その局長ともなれば簡単に会うことはできん。せやけど手がないこともないな。なんだ？無理やり新選組の屯所に押し込むか、それとも新選組に入るか。せいや。ならあんたはどうやって会いに行った？わしは近藤に会いに行ったんとちゃう。向こうから会いに来たんや。なんだと？あんた何者なんだ？やっと聞いてきたな。せやけどわしはもう酔うたで。酒の次はそろそろ女や。あら、今日の女子は今で育った国の女子とは大違いや。もう先生、嫌どすえ。おいどんな、薩摩藩軍部役をしちょる西郷吉之助でごわす。薩摩の西郷吉之助。ほな、いずれまた。ご存知ですか？薩摩藩いうところはあの西郷先生の一声で舵を切らはりますえ。ああ。その分敵も多いお人やさかい、わざと大阪なまりでしゃべらはるし、めったなことで名乗らはりまへん。お客はんは先生にたこを買われはりましたなあ。何万だぶ何万だぶ。お役人はまた来てへんの？新選組がやったんとちゃうか？それやったら近くにおるやろ。やっぱりそうぜよ。わしじゃ。俺、土佐の島田雄平。恩師、今日に来ちょったかい。島田弥平は口の軽い男じゃったき、面倒を起こす前に始末する必要があったがです。お前が島田をやったのか。だがわしは敵じゃありませんよ、龍馬さん。あんたとやり合うつもりはないき、今夜ムクロ街に来ていただけますか。ムクロ街、場所は寺田屋の人間に聞けばわかります。俺に何の用だ。来ればわかりますき。では。お早いこと。何とでも言ってくれ。それよりお涼、ムクロ街を知っているか。ムクロ街？あそこは無宿の巣窟や。無宿の巣窟？地元の人間どころかお役人もよう近づかん。お尋ねもんやら無宿人の吹きだまり。なんや、そこら中に身ぐるみ剥がされた死体が転がっとるいう噂や。今から案内を頼めるか。近くまででいい。あんた話聞いとらんかった？あないな場所誰も近づかん言うとるやないの。おりょうちゃん、ええよ、俺が案内するわ。どうせあそこは俺が船出さないかれへんし、なったら遠くから見てすぐ引き返せるさかい。ああ、頼む。うちは知らんよ。せやけどアンさん、ムクロ街なんかに何の用でっか。お呼びがかかってるんだな。お呼び？ほなやっぱり遠くから見るだけで済まんのでっか。ああ、人に会うことになった。まあそんなとこや思てましたわ。そういや、なんでムクロ街って呼ばれてるか知ってまっか。ほんまは六門町っていう土地なんですけど、かなり昔に洛外で一番大きなお寺があったらしいですわ。そこに高名なお坊さんがおったようで、不治の病にかかったもんや夜逃げしたもんを大勢世話しとったようです。それから数年後にどうやら流行り病がそこで見つかったようで、お寺の住人みんな土に埋められたらしいんですわ。実際あそこの土掘り起こしたら山ほど骨が出てくる。そんで通称ムクロ街って呼ばれるようになったんですわ。今じゃ無法者のたまり場です。あんさん、長いはせん方がええで。そろそろ見えてきましたで。手間かけさせたな。お帰りはどうなさります？なんとかする。あんたは帰ってくれていい。へい。ここに何の用だ。有賀に置いてけや命は勘弁してやってもいい。腰の門を捨てろ。俺は坂本龍馬だ。編笠の男に呼ばれてきた。そん男はわしの客勢よ。なるほど、お前だったのか。いいぞ、兄弟も一緒ってことか。さあな。いいぞ。久しぶりぜよ筆頭。一年前のわしとは一味違うき、よう見ちょれ。1年前の剣とは殺気が違う。土佐抜けてから大勢切ってきたということですか。さあな。何の真似だ。今のあなたをこの目で確かめる必要がありました。1年ぶりに会う人間をそのまま竹地先生のもとへは通せませんき、ご無礼をお許しください。やっぱり兄弟もお前と一緒に京に来てんだな。ええ、ですが今の先生は例の新選組にしつこく狙われる身、人目をはばかっております。兄弟はどこにいる？このムクロ街の一番奥で筆頭をお待ちです。案内しちゃもらえないのか？ええ、わしは今もあんたが嫌いですき。ふん、なるほどな。兄弟なのか？よう見違えたな。ああ、伊蔵が試すような真似して悪かったな、龍馬。今京の町で人に会うのはえらく用心がいるんだ。いや、それより兄弟はいつ京に？何言ってんだ。お前が来るよりずっと前からだよ。もっと行け、龍馬。お前と飲むのも久しぶりだ。今京にいるってことは、まさか兄弟も土佐を脱藩したのか？あれから土佐で何があった？おやすさんが死んだあの日から。まず言っておくが、俺は土佐を抜けたわけじゃない。それどころか身分を格上げされたんだ。格上げ？ああ、今の俺は土佐藩京都留守役だ。白札合司から上司に格上げされた上でな。あんたが上司にだと？全ては1年前、お前が土佐を抜けてまで俺を救ってくれたおかげだ。金の塔は生き残り、それを後ろ盾に俺はあの土佐の老人たちと手を組んだ。何？それじゃ兄弟はおやっさんを殺した黒幕かもしれない連中に頭下げたってのか？ああ、そういうことになるな。聞いてくれ、龍馬。今重要なのは土佐だけのことじゃない。俺は日本全体を変えなきゃならねえと考えてる。つまり倒すべきは土佐藩よりもそのさらに上で階級支配をする徳川幕府だ。幕府を倒す？ああ、それが俺とおやっさんが目指した先にあるもんだ。だから俺は土佐の老人たちに下ってまでこの京に来た。龍馬よ、これから時代を動かすにはやはり帝のいるこの京だ。幕府を倒そうって勤皇の志士たちが日本各地から集まっている。彼らは帝を中心として倒幕勢力を増やそうとしているんだ。それこそが勤皇なんだよ。兄弟は本気でそんなことができると思っているのか？ああ、だが俺だけじゃない。おやっさんもできると考えていた。徳川300年の階級支配は衰え始めている。黒船の脅威が日本中の勤皇志士を奮い立たせたんだ。今しか幕府を倒す機会はない。俺はなるよ、京に来て以来倒幕に向けた朝廷工作を仕掛けてる。はあ、おかげで幕府は俺を見つけて殺そうとは気だよ。それでこんなとこに隠れてんのか。まあな。だがそれより龍馬、お前はこの一年どうしたんだ。俺は今もおやっさんを切った覆面の男を探している。あの時のあいつの剣さばきを手がかりにしてな。あの剣の達人だったおやっさんを切るほどの腕。そのくせ主だった大流派にはない剣筋。それでたどり着いたのが天然理心流だった。天然理心流。江戸近くの紫英館という道場でのみ伝承された流派だ。使い手はそう多くはない。そして今日その流派の人間の所在が分かった。どこなんだ。新選組だ。新選組局長近藤勇が今の天然理心流宗家だ。新選組だと。それじゃああの近藤勇が土佐まで来ておやっさんを殺したってのか。いや、天然理心流の使い手は近藤一人じゃない。新選組幹部の大半が天然理心流の使い手なんだ。俺はその中に例の覆面の男がいると見ている。なるほどな。だから俺はそいつを見つけ出すために新選組の懐に入り込むつもりだ。なんだと？龍馬、お前は何て言った？俺は新選組に入隊する。お前、自分が何言ってるか分かってんのか。もう決めたんだ。情報屋を使って調べられることは全部調べた。この先覆面の男を追うには他に手がない。ダメだ、危険すぎる。お前は俺と一緒にいるんだ、龍馬。今の俺の力ならお前が土佐に戻れるようにもできる。もうこれ以上おやっさんを殺した犯人を追う必要はない。復讐は忘れろ。それに新選組に入ったとしてどうやって覆面の男を特定する。顔もわからん、声もわからないんじゃどうしようもねえだろう。一度は命をやり取りした相手だ。そいつと生き死にかけて切り合ってみりゃわかるはずだ。何意地張ってるんだ龍馬。考え直せ。金の堂に戻って俺と一緒におやっさんの志を引き継ぐんだ。おやっさんだってお前にそれを望んでるはずだ。おやっさんはお前に言ったはずだ。俺と一緒に土佐を変えてくれと。言いたいことはそれだけか。たけしさんよ。龍馬、どんな理由があろうと俺はおやっさんを殺したかもしれねえやつらと組む気はねえ。なんだと。あんたは目的のためなら誰とでも組んでどんな手でも使うってのか。龍馬、土佐を変えるにはまず幕府を倒さなきゃなんねんだ。一介の豪士がそれをやるには手段なんか選んじゃいられねえ。そんなこと土佐人のお前ならわかるだろう。そんな話してんじゃねえよ。死んだおやっさんに胸張って土佐変えるために頑張ってますって言えるのかって聞いてんだ。どうなんだ、答えろ。俺はおやっさんに胸を張れるさ。何恥じることなく堂々とな。何だと。逆に聞くが、お前がしていることはそんなに誇らしいことなのか龍馬。今さらおやっさんを殺した犯人を見つけ出したとして何になるんだ。そんなことをしておやっさんが喜ぶとでも思ってんのか。そんなことだと。ああそうだ、おやっさんはな、新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ。自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたわけじゃねえだろ。違うのかロマ。意地になるな。俺らがすべきことはもっと他にあるはずだ。じゃあ忘れろっていうのか。あんたはおやっさんを殺した奴のことはもうどうでもいいっていうのかよ。俺だって忘れられるわけがないさ。だがもっと大事なことがあるというだけのことだ。今度会う時には兄弟って呼べないほどあんた遠くに行っちまってるかもしれないな。龍馬、俺はあんたみてえに人間が器用にできちゃいねえ。おやっさんが誰になぜ殺されたのかをどうしても知る必要があるんだ。それが分からない限りほら一歩も前に進めやしねえんだ。